明知町に生まれ、子育てのため U ターンし、働きながら地元の情報誌を作成する藤田さんの場合。本当に小さい頃から遊ぶ場所には困らなかったです。山に入ったり川で遊んだり、そんな自然が身近にある存在でした。一旦進学や就職で一旦離れたんですが、今度自分が子供を育てる立場になった時に、子育てをする環境はやっぱりこちらがいいなと思って明知に帰ってきました。お母さん友達もできますし、街を歩けば声をかけてくださる方も多いし、ご近所さんのつながりというのも今まだ残っていて、そんな人柄の良さが一番の魅力かなと思います。明知の今の現状だとか、今の課題だとか、そんなことを町民の方にお知らせできるような情報誌の作成を考えています。人口減少とか少子高齢化って聞くとちょっと難しい問題のように感じるんですけど、住んでいるものの実感として感じることをみんなで共有できる問題として、町外に住んでいる方にも、あ、こんないいところがあるんだっていう明知の良さを知ってもらえるような機会になればいいなと思っています。明知の魅力を一緒に共感して一緒に共有できる、そんな仲間をたくさん増やしたいなと、明知の良さを知っていただきたいなと思います。明知においでんさい。